ちょっと伸びてます。新の夏美のゴミラジオ。じゃんでーい。じゃんでーい。始まりました新の夏美のゴミラジオでーす。はい。なんだこの。これ入るかな。どれにしようかな。うん、あ、これにしよう。これ多分10分ぐらいじゃないかな。いいのがあります。なんかさ、はは、まあこれも共感も何も得れないかもしれないけど、うん、まああなたのせいですよ。ん？急に LINE が来て。うん、この人たちも見てあげてくださいっていうガーデンガーベラ、 あれ何、はい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 、急に LINE が来て、まあ、大阪のフリーの方でガーデンガーベラっていう漫才の方が今回 M1 グランプリ準々決勝進んでるんですよね。それを急に LINE、 俺何にも知らないんだけどこの人たちを見て、あれ何なの。いや、たまたまツイッター見てて、なんかゴミラジオで検索した時に引っかかって出た、そのガーデンガーベラって人が、はあ、あの多分いつも聞いてるんですよ。うん、聞いてて、面識ないんだ別に。何にもないですよ。ツイッターとか何かやり取りしてるわけじゃない。なんか一回も話したこと絡みも何にもないんですけど、なんかゴミラジオいつも聞いてるっぽい感じで、うん、僕らのことゴミラジオで喋ってほしいって言ってたんで、うん、じゃあどうせやったら一応見てやってくださいなぐらいの、そんな感じ。思いあれでも何でもないですよ。俺友達かと思ってて、ガーデンガーベル全然誰ですか。だから地方に行ったりとか群馬行ったりとかするじゃん。間違った企画とかやったりするじゃん。やめろ、間違った企画言うな。ちょっと、ね、だからガーデンガーベル見ましたよ。だから、あ、はいはい、で、うん、あのな2回ずつぐらい見てめっちゃ見てくれる。いやそうだ、だから、いやだから坂巻が言って押すぐらいだから。俺はちゃんと押してるとかでも、いや俺押してるかと思ったから。あ、そうなんだ、うん、友達で押してると思った、うん、俺はちゃんとだから間違ったことを言っちゃいけないと思ったの。ああ、ちゃんとちゃんと見た。いや多分そうそう、じゃあこれ聞いてくれてると思いますよ、うん、ガーデンガーベラ。ガーデンガーベラ、え、何これ、ガーデンガーベラのために言うのこれ。あんたがその話で選んだ。ガーデンガーベラ俺知らないけど絶対人気ないですよ。絶対に人気で、人気。俺ね、センターマイクに立つまでで大体人気分かるんですよ。ほうほう。いやもうね、これは人気ないですよ。なんか、なんだよ、なんだろうな、なんだろう、あのね、歩き方が汚い、まず。ガーデンガーベラ歩き方が汚いでしょ、ね、あと結成が2007年10月1日結成、まあまあ長いんですよ。長いで、アマチュアって書いてるんだよ。もうプロでいいだろうがよって。何アマチュアって、せめてフリーでしょ。あ、褒めないですか。え、褒めるとこない。いや、ボロクソです。もうじゃあいい、じゃあいい。ガーデンガーベラ、なんでそんなもん。サムネイル、ガーデンガーベラ酷評。これ書いてある、酷評。なんでよ、なんでガーデンガーベラ急に来たからさ。いやいや、そんな深い意味なかったんですけどね、本当に別に。ああそう、一応ね、なんかわざわざね、名指しでね、見てって言ってで、コント師みたいなマトテンポするんだよね。ああそうですね、結構、うん、コント風になっていく感じの。え、違う、マトテンポが漫才のテンポになってないと思う、あの人たちって。ほうほう。だから下手なんですよ、あの人たち漫才が。簡単に言ったら、やっぱ一番下手なのはあれです、漫画家です。もうやめろや。やめろや、それは。2番目に下手なのがガーデンガーベラ。いや違う、差し上げましょう。2位でございます。ガーデンガーベラ、わざの下手。漫画家下手はもう3回も言ってるから、やめて。ガーデンガーベラ、ガーデンガーベラ下手じゃないで、3回戦まで行ってんだ。いや順々まで行ってんだ。いや順々、そうだ、順々。俺はね、自分の中で1回戦落としてる。そういうぐらいね、下に見てしまう。それ今間違えてた。見てないかもしれない。じゃあ先生とね、うん、塾講師を、塾講師と先生の漫才本当にやられてるからなんですよね、うん、だからそれのどっちが優れてるかっていう、対抗していくっていう、塾と義務教育の、こっちの方がすごい、こっちの方がすごい。対抗する漫才って、そこに1個キャラクターを乗って、うん、それにちょっと近い種族だから対抗する理由もあるっていうのがいいんですよ、うん、まあまあすごい見やすくて、ね、うん、そうそうそう、設定も分かりやすくて。でやっぱ、まあ、いろいろメモしましたけど、舞台数が少ないって書いてますね。そう、分かんない、出てるかもしれないでしょ。やっぱテンポが悪いから、やめろやん。何下打ちするんだよお前。だってずんいいて。あ、すげえいいとこあって。ああそう、いいとこ言いましょうよ、うん、あのね、3回戦の終わりの時に、皆さんいかがだったでしょうか、今日も授業を抜けてここに来ましたって言ったらドーンと受けたのよ、うんうん、これ順々にも言えばいいの、順々は言わなかったんですよ。あれ、それなんでだろう。で順々は、皆さんいかがだったでしょうか、こんな私たちですか、
職場では真面目ですって全然面白くねえんだよね言ってる。それは分かんないでしょそれ。明日も授業なので帰ります普通のこと言ってる。なんかこっちの方が授業の時なんかもう掘り出してっていう。こっちに変え、じゃあなんだろう、俺は考えたんだけど、その3回戦と準々決勝曜日がと時間帯が違うから授業抜け出してきてっていうのが説得力あるぐらいの早い時間に出てたのか、うん、ってなったらいいんですけど、違うんですよ、同じ時間開演で同じぐらいの出番とかどっちも使えるんですよね、うん、手法としては。で受けてたら使えばよかったのに、うん、だからそこまで調べたら、そうそうそうね、時間によっちゃ使えないですもんね。とか思ったけど朝だったらダメですもんね。で普通の夜だったし、でそんな見てないと思うんですよ、みんなはガーデンガーデン、まずギャオで。いやネタバレしてると思って正を書いてならうぬぼれんなよ。で多分それだと思うんですよ、やっぱ一回なる、うん、いやこれはこっちも面白かったかな。ああなるほど、あそこすげえ受けたんだ、うん、じゃだからそのそやっぱ仕事やってるし本職のところをちょっと腐すって面白いじゃないですか、うんうんうん、だからそこが最後だったらすごい良かったし、終わりが綺麗だったんですね。もったいないなって、もったいなかったね、それそっち見たかったなっていう。で立ち姿が汚くて演技力がないのに動きのボケが多いっていう感じですね。芸人の色気がないっていう。でどうしようこれ。これは流してください。流してくこれだからちょっとだから確かにまさにアマチュアっぽいやり方なんですよ。これでなぜ今回順々に行けたかってのは、うん、教師と、うん、あの塾講師っていうのを乗っけたからなんですよ。ってことは外部の人じゃないですか、うん、別に仕事は本職であってこれはあのサブでちょっと出てみましたってことだから、うん、下手でも説得力あるんですよ、普段塾講師がやってるからねって。だからネタに違和感なく見えたっていう、このネタ選びはすごいセンスが良かった。なるほど、うん、だから別の普通の漫才でもあるんですよ、うん、その時も見てらんない時あるんですよ。でも塾講師とこの教師は見てられるんですよ、うんうん、説得力あるから、まずはそれがアマチュアっていうのは逆に聞いてると。でも、もう10年ぐらいってまだアマチュアやってるのかと。これはでも多分その意味で感じてんだけど、俺なんだろうな、今年初めてユニットで組んなんかちょっと出てみた人なのかと思って。いや俺もそう思ったけど、そのぐらいみんなの脳裏にこびりついてないわけですよ。ガーデンガーク多分初めてぐらいですよ、ここまで来たのね。うん、下手したら3回戦も行ってるのかどうかぐらいでしょ。だってだからいいの見つけた、ものすごい。いやいや、まあまあまあ、もうだから議題選びが絶妙だった、これが素晴らしい。はいはいはい、結局ね、配役でネタの面白さって変わるんですよ、はいはい、ボケがどうこうというより、うん、誰がどの背景のキャラクターで言うかってめちゃくちゃ大事、それの選び方抜群だったの。ああなるほどね、うん、うん、で教師なんて、うん、なんかどんくさい人多そうじゃない、うんうんうん、だから動きがもっちゃりしてもそこ全く気にならない。普通の議題とかで漫才やっちゃったらもう絶対言ってない、2回戦落ちてると思う、うん、うまくいってもでも、まあ、もうあくまで議題がよかったし戦略勝ち、これは、うん、だからこれでずっと言った方がいいんじゃないですか。下手に変えずにも、あのでその中であと何でやるかじゃないですか、はい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 、あの教師と塾講師はこれ動かさない方がいいと思う、はい、最高のいいめちゃくちゃいい議題にぶち上がってきます。まあ他にいないですからね、絶対にかぶんないですもんね。そうそうそう、まあ、今名古屋で活躍中ということで。あ名古屋なんだ。名古屋の人です、ね、であの単独がございまして、2019年の3月16日こちこちがちょっと早いんだよねこれ。だからね、ちょっと早すぎる。いや、それはお客さん入れたいから、早めに告知してる。あと、前売り当日ともに2000円、前売り予約しないですよ、当日と同じだと。当日は値段上げた方がいい、うん、だから当日2300円にしなさいっていう。のダメ出しなんだよ、うん、で名古屋大須演芸、演芸場で3月16日ね、2019年3月16日ありますので、うん、ぜひ見に行ってあげてください。告知してくれ。あくまで応援して。してるってこと。いやしてますよ、もちろんもちろんね。だからいやびっくりした、悪く言おうとかじゃなくて正直な気持ち、あ、はいはい、これって言えないじゃん。言えない。じゃあガーデンガーベラもしも本人が言ってどうでしたって言ったら、うん、いや面白かった、順々言ってくるから、うん、いややっぱ面白いってあの後付けで言っちゃうじゃん。はいはいはい。でも実力がないってことをやっぱ言ってあげないと本人たちには、うん、だから俺は代表としてガーデンガーベラは漫才が全然うまくなかったのですごい議題に助けられたっていうのを信じてそこのところで勝負したら他に全部勝てる可能性が出てくるわけですよ、うん、短所がもちろんすごいあるけど長所もある。だからどこで勝負するかっていうところね。だから俺たちは漫才できるぞって普通の議題でしゃべれたらふざけんなよってなくなる。そっかそっか、うん、お化けだけどさ。すいませんでした、ガーデンガーベラさん。いやいや俺のせいでっていうのもあるんで、
はい、もういないかもしれないですね。いやいるわ、単独やるんだろうが。いるでしょう。もう死んでる死んでる死んでるよ、このタイミング。自分らの看板線の謎を隠滅してる。いや、いいんでしょ、塾と先生って絶対やって。いや、よかった、だからね、そうそうそう、だからやられた、あの技術で、ね、あの気にならないってできるんだと思ったの、うん、だこれがもっともっと、じゃあそれこそ技術が上がってきればね、で順々行ったのを多分本当に行くべきして行ったのを受けてたし、うんうん、受けてましたね、うんうん、あの形式の漫才師いなかったですね、今年多分。ああいうなんか教師とか、なんか立体的な職に就きながらそっから漫才コントで戦っていくみたいな、はい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 、いろいろ乗ってたから、うんうん、そのもっちゃり感も別に気にならなくて、うん、普通に受けるとかちゃんと爆笑してたから、これ素晴らしかった、うん、なるほど、うん、で今年あれじゃない、さやかさんが振るわなかったね、先生。ああ、そうですね。去年決勝行ってたじゃん。それをガーデンガーベラの回に入れますか。ガーデンガーベラ。さやかさん。ガーデンガーベラ VS さやか。わけわかんない。誰が見たいのその戦い。よくわかんないでしょ、ね。でもね、今年面白かったんですけどね。さやかさん。うん。じゃあどうなんす、どうだ、受けがそんなに。受けてた。受けてた。3回戦、人間の体は不思議っていう議題で。うんうんうん。いや、まずこの議題はま思いつかないところだから、うん、あ、さやかって、まあ、去年見たらグーチョキパーデーとかめちゃくちゃオーソドックスとこに全乗っかりで行くんだって、うん、あの面白く受けてるからよかったけど、うん、ちょっと冷めてる自分もいるじゃん、見るとき、うん、それがなくしてやってきたから、あ、さらにさやか進化してやってきたと思って、これはちょっとワクワクしてたんだよね。で審査員だったら受からせるかもしれない。3回戦は受からせる、だから順々にいってんだよね、そうそうそう、まず、うん、あ、そうかそうか、うん、あ、今の3回戦ね、3回戦、3回戦ではすごく良かった、はいはい、ただね、これなんかその、そこまでガンガン受けてないよね。いいでもいいネタなんだよ、いいネタだな、 もっとね、だからこれ捨てないでほしい、だから来年再来年にかけて作り込むぐらいのでこれやってほしいよね、うん、議題めっちゃいいから、俺に言われても、そうそうそう、言っといて、いや知り合いじゃない、ガーデンガーベラのツイッターにさやかに言っといてって、ややこしいわね。ガーデンガーベラがさやか知ってるかも分かんないし、まあ、そうそうそう、でだから人間だからなんか細胞はあの順々は違うネタやってましたよね、さやかさんね、順々は違うね、あの両親が合コンで生まれたのが多い、前言ったけど合コンのネタめちゃめちゃ多くなかったですか、合コンはまあ多かった、ものすごい多かったよ、でも俺10個ぐらいあったんだけど、切り口が全然違うよ、ね、切り口違うけどあんな合コンある、で片方が親が合コンして生まれたのが俺ってのは、俺はすごい面白かった、ね、いや面白いんですけど、うん、でも合コン多いなって、でもネタ選びも間違ってないと思う、順々の方がやっぱネタの受けの強さがあったのよ、はあはあ、だからこの順番も間違ってないのよ、うん、ただ落ちちゃったっていうだけ、あ、だから一歩悔しい、だからよく多分周りの人言うかもしれない、いや3回戦のネタ面白かったんだから順々にやったらよかったんだって言う、いやこれはこの順番が正しかったと、何も間違ってない、あのね議題がかっこよすぎてあんまやってない、体の細胞とかいうに飲み込まれて、うん、おめちゃくちゃ面白いって見るけど、客観的に冷静に見ると受け量がちょっと足りてないんだよね、あ、でもネタとしてはすごい魅力だから上がったし、まあ受けてはいる、うん、でそこら辺のもどかしいその受けの強さが去年に比べて圧倒的になかったっていうのが、うん、多分範囲なんじゃないですかね、っていうのが、で10分ぐらいいた、いやもう超えてます、あ、超えてる、はいはい、おー、超えてる、ということで、はいはい、ぜひね、ガーデンガーベラスの応援の方よろしくお願いします、はい、ということで以上、新たつめこみラジオでした、せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。